大内真理候補が皆さんに期待をいたします。ご町内の皆さん、こんにちは。私はこの度の衆議院選挙、ここ宮城に来から立候補した日本共産党の大内真理と申します。どうぞよろしく。公務員として4年働き、青年、女性、子どもたち、被災者の皆さんの願いを政治に届けるため、悲惨の根から声と行動を上げてまいりました。被災者の皆さんの医療、介護料、免除制度、脱原発、宮城、金曜でも、子どもたちを放射能汚染から守ろうと、県内各地で頑張る多くの皆さんと声を合わせ、力を合わせ、政治に行動を起こしてまいりました。5歳の子供を持つ母となり、改めて思うのは、子供たちに平和な社会、暮らしやすい社会を手渡したいという思いです。安倍政権が任期を2年も残して解散総選挙に踏み切ったのは、この選挙が終わったら、これまで進めてきた数々の暴走政治、海外で戦争する国づくりの具体化、ありがとうございます。 TPP の推進、原発の再稼働や輸出、社会保障のさらなる削減、米軍基地の押し付け、一気にやろうとしている安倍政権の暴走に対し、日本共産党は国民の皆さんとご一緒にこの選挙で、きっぱりと審判を下します。どうもありがとうございます。そして主権者である国民の私たちの手に政治を取り戻す歴史的な転換点の選挙とさせようではありませんか。安倍政権は消費税増税 10% 先送りをすると決めました。しかし2017年にはどんな経済状態であっても消費税増税 10% 必ず実施すると言っています。東北大学の調査でも消費税 8% に引き上げられて、被災地では復興の足かせとなっています。 10% に引き上げられたら、被災地はおろか国民生活そのものがもう成り立たないと指摘しています。皆さん、この選挙で共産党を大きく伸ばしていただいて、消費税の増税 10% 先送り実施を決して許さず、軽減税率などのごまかしにも騙されず、きっぱりと中止させようではありませんか。日本共産党は消費税に頼らない別の道を提案しています。資本金10億円以上を持つ大企業は、これまで税金をたくさん負けられてきました。この負けられてきた税金、ちゃんと払ってもらいましょう。そして巨額に溜め込まれた大企業の内部留保、ごく一部を取り崩せば、労働者の皆さんの賃金をアップさせることができます。医療、教育、介護、保育、公的支援を抜本的に強めることで、国民の皆さんの所得を増やすことで、新たな税収を作る道、日本共産党は提案しています。皆さん、この選挙で国民一人一人が自分らしく、人間らしく生きられる社会、ご一緒に作ってまいりましょう。経済効率最優先の価値観の下で、勝ち組、負け組、自己責任という考え方が押し付けられてきました。今、若者や女性、2人に1人が政治を取った低賃金で、結婚も子育てもままなりません。学生の皆さんは奨学金という1000万円近くもの借金を背負って、ブラックバイトに心身をすり潰されながら就職活動に駆り立てられています。高齢者の皆さんは年金は下がって物価は上がる、もう暮らしていけない、悲鳴のような声たくさんお聞きしてまいりました。若者や国民の皆さん、被災者の皆さんが未来に希望が持てない、こんな世の中おかしいです。ご一緒に変えてまいりましょう。労働者の皆さんの働くルール、人間らしく働けるルールに切り替えましょう。最低賃金時給1000円以上、正社員が当たり前の社会をご一緒に作っていきましょう。特別
養護老人ホームや認可保育所など必要な施設をちゃんと作って、保育士さんや介護労働者の皆さんの処遇や賃金を改善させようではありませんか。学生の皆さんに返済不要の奨学金制度を作って、学びたい学問しっかり学んでいただける制度、この12月の選挙で若者の皆さんに、私たち大人から人間らしく自分らしく生きられる社会の制度プレゼントしようではありませんか。昨年12月に強行採決された特定秘密保護法がおととい12月10日に本格施行されました。大竹しのぶさん、鳥越俊太郎さん、藤原紀香さんなど著名な皆さんが反対の声を上げ、今でも反対し続けている特定秘密保護法、これは与党によって強行採決されたものです。なぜこのような法律が通ってしまったのでしょうか。この法律、国民の知る権利と表現の自由を奪う憲法違反の悪法です。それはこの選挙が終わってから安倍政権が本格的に進めようとする海外で戦争する国づくりをするために必要な法律だったから強行採決したのです。皆さん、この憲法違反の特定秘密保護法、日本共産党を大きく伸ばしていただいて、ご一緒に廃止させようではありませんか。特定秘密保護法が施行される前に、皆さん、すでに私たち国民には必要な情報きちんと示されていませんでした。ご記憶に新しいと思います。 3.11 の原発の事故の時、放射能汚染がどちらの方向によりの濃度が高く流れていったのか、政府はスピーディーという情報を握っていました。しかし国民の皆さんにはこの情報を示さずに、浪江町民の皆さんは余計な疑惑を立てられたわけです。秘密保護法が通る前から私たち国民には必要な情報きちんと入っていませんでした。今原発がもし事故を起こしたら、私たちはどちらの方向に逃げれば安全なのか全く情報が入りません。このような憲法違反の法律、戦争する国づくりにつながる法律、日本共産党を大きく躍進させて、ご一緒に廃止させましょう。子どもたちに平和な社会を手渡したい。憲法9条を生かして世界に向けて平和を発信する日本を子どもたちに手渡すために、この選挙で日本共産党を大きく伸ばしてください。政党名を書く比例代表選挙では、日本共産党と書いてくださる方、全国津々浦々お友達の皆さんに広げてください。一票残らず皆さんの願いをまっすぐ政治に届ける確かな力となります。そしてここ小選挙区宮城2区では、私大内麻里も国会議員として働かせてくださいますよう心よりお願い申し上げまして、この場所をお借りしましての小選挙区宮城2区に立候補した大内麻里の訴えを終わらせていただきます。ご一緒に国民が本当の意味で主人公の社会作ってまいりましょう。ありがとうございました。